No, right? Hello, everybody. Sleep Night です。今回も The Final Station やっていきましょう。前回はですね、前回もか、駅を探索したりとかしてるんですけど、まあ、北の国になってきましたね、やっぱり。清掃員から本をもらいに行く、マーティス。で、あとは、ガーディアンという謎のですね、モンスターじゃないや、まあ、ロボットとかも動き始めるらしいんで、まあ、楽しみでありますけど、まあ、これら本当に解決してくれるかと思うというとちょっとまだわからないですよね。ロナウドを送れ。ラジオを直せるかもしれない。どの周波数もノイズが必ず乗るんだ。でここはオイルリグだから、まあ、この爆発物がいっぱいあるね。よっしょと、ちょっと申し訳ない、カット入ったと思うんですけど、前回ですね、前回じゃないな、まあ、さっきのカットか、カットっていうかシーンなんですけど、ちょっとあれからですね、日が空いてしまいました。ちょっと途中でですね、区切らないといけない行事ができてしまって、そのままちょっとそのままカットしちゃったんで、まあ、ちょっと初めからだったなっちゃったんですけど、続きやっていきましょうか。まあ、そんなに戻るのに時間かかんないかなって思ったんですけど、まあ、すぐそこですね。ここでカットが入ったと思うんですけど、ここの続きやっていきましょうね。よいしょと。ロナウド遅れ、もしかしたらラジオ直せるだろうという張り紙あたりで、ここですね。こっからまた頑張っていきましょう。おーおーおー、危ない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 、いたのね。厄介だな。あそこのバレルがあるしな。あのバレル撃ってみるか。痛い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 、ダメか。でもあそこに全部集まったから、まあ、なんとかやれたな。無駄なダメージ食らっちゃったな。意外と多いね、敵。ふう、あっぶねー。ちょっとメディキットの方も節約したいのに、ちょっとこうなるとはな。よし、ちょっと。よし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 、いい感じに今は進めているんじゃないかな。いっぱいいますね。しっかり貫通してくれたから、これで爆発するだろう。ナイスー。貫通力のモジュールがあるとすごい強いな。 Well? 俺がここにいたいからいるんだ。食料はそこの発酵に入っているんだ。ああ、コンドビーフの箱、缶詰がその箱に入っているんだけど、電車にはないだろ。分かった、信じようじゃないか。乗ってくんかーい。コンドビーフね、まあ、食料俺が今取っちゃったしな。あ、書いたね、マーチン。この仕事がいい給料だってのは知っている。まあ、そのカウンセルの人の息子と働くことはとても名誉なことだ。だけどお前はもう10ヶ月も家に帰ってないだろ。他の方法はないのかしら、エンマ。大変やな。あいつね、厄介だな。よしよし、まあレーザーサイトがあるから多少は見やすいね。見やすいっていうか狙いがつきやすい。いや歩けない。
ありがとう。歩けないって言って行くのかい。まあ手伝ったってことなんだろうけど、会話が飛ぶからよくわかんねえな。よし、バカしろ。そこにもいいのか。で、一旦あっちの方におびき寄せてから、こっちで一発撃ってから逃げよう。こっちはロックかかってんのか。あそこの部屋なんか絶対いいのあるだろう。ディレクターペーター・ソーンソン。鍵オッケー、ナイス。あの老人がお前をそこに配属したのは俺のせいじゃない。そしてアダムをリストに送ったのも俺のせいじゃない。だから文句を言うな。あのその名前を聞きたくない。それでこの件はあのジジイとは何の関係もないはずだ。小さなことから始めよう。専門家を雇って行こう。あんな不労者どもではなく。で、ちょっと借りて、船を直していくんだ。いいアイディアだ。だけどどうやってそれを全部払えといいんだ。怒んのよ。だけどアダム、オフライン。いろいろと、まあ、経営難に苦しめられてたってことなんかな。あそこの鍵は開かないのか。開きそうだけどな、ディレクターって。これさ、食料とかあってもおかしくないと思うんだけどな。ないのかね。いっぱいいますね。こっち来いよ。あ、来ないのか。なんか裏あるかな。特にないのかもな。でもあそこに、そうだ、ノートなかったっけ。このまま真っすぐ行けば。ノートじゃなくて死体があっただけだ。でもなんか拾える。レールウェイキー。レールウェイキーか。でもブロッカーコードじゃないからな。ブロッカーコードではないということは、まあ他のとこに行かないといけないな。まあでもあれを取りに行かないと、どの道開かない鍵があるんだろう。まあ、おそらくここが電車関係の、うん、やつだったね。9883。ピル、ガンパウダーとなんか見えねえや。背景に隠れて分かんなかったな。さてと、じゃあ続きいきますか。ちょっと前回どれぐらいやったのかちょっと忘れちゃったんで、もしかしたら今回長いエピソードになるかもしれないですけど、じゃあスペシャルエピソードということで。イエーイ。ただ食料大丈夫かな。結構人増えたもんね。よし、電力の方は大丈夫っぽいね。で、次がレールファクトリー E5K か。情報は、まあ、機密になってるから読めないけど、ちくしょーって。ちょっと食料が、あの医者食料があげないと。食え食え食え、危ねえ。ここで知られたらまた大変だからな。医者が必要だ。メトロポールでしか探せませんよ。もし軍の騎士が残っていたら、いや俺はメトロポールに行かないといけないんだ。家族がいるから大変だな。おっとっとっと、早速オーバーヒートしてますね。オーバーヒートしないときはしないけど、するときは一気にするからな。厄介なもんで。さて、メディキットが7つと。
まあブツブツ文句言うなって言ってんな、女の子が。ちょっと待って、なんかまたなんか情報みたいなやつが来たけど、あげねえと死んじゃうからな。乗客が一番だな今のところ。ラフェイスポール、どうやら終わりのようだ。何が起こったんだ。燃料がなくなった。お前のところに行くことはできない。分かってる、謝りたかっただけだ。ここに働き始め、お前がここに働き始めた時厳しくしすぎたな。近くの町まで歩いて行きなよ。奴らは外にいるんだ。外に出れない。さようなら。待てよ。ちょっとやばいな。ラフェーってやつが上司なんだろうけど、もう外に囲まれてしまって間に合わないと、生き残ることはできないと言ってたな。けー、大丈夫だね。とにかく食料の方を探しに行かねえと。またあるといいけどな。いろいろとやりたいことが多すぎて、でも間に合わないっていうね。いつもここは空だよな。食料あったか。でも1個だけだもんな。少ねえな。もうちょっと欲しいよ。デビットに行け。2つ目のファシリティ、緊急だ。まあ、この施設、2つ目の施設に行かないといけないのかな。 Hello Goodbye。食料とビスキーか。食料結構出来始めてきたな。ありがてえ。食料ねえとね、大変なことになっちゃうからね。結構いるな。あれは韓国語かな。ちょっと読めねえや。日本語あったり韓国語あったりとか、いろいろと分かんねえよな。ちょっと一発構えちゃったね。めんどくさい。えへい、ワンパン。一応ここの後ろも行けるけど、上にもなんかあるんじゃないか。何もないのか。ステージ2、状態Ready。 フォアマンの技師のコメント。カーカス、死体かな、はインストールされた。ステージ3の時にマニュアルブレーキシステムを調べてくれ。昨日それの問題があった。ちょっとあそこの後ろは見えねえから対処しにくいけど、どうやらチビの方も死んだっぽいね。ちゃんと あそこにいるかもな。巻き込んでくれなかったか、残念。これは通れんのか。これは、まあ、何もできないか。OK、チビはやられた。で、あいつもやられたから、これでここのエリアは敵がいなくなったね。ふぅ。きついもんだね。鍵かかってるか。1234ってあるけど、
お、ここに鍵あったね。なんで遅れがあるんだ？ブラックスミス、鍛冶屋がコードを、コードじゃねえや。鍛冶屋が何も情報を残さなかったんだ。で、あいつがいないと大量生産はできない。方法は？方法はというか選択肢は？まあ、今あいつはガーディアンを作るのにすごい忙しい。だから、試験的の電車の生産を打ち切ることにしてたんだ。デビットはなんて言うのかな？てん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 。電車な、まあ、あんまり数はないって言ってたけど、打ち切られたってのはそういうことなのかな？どうもテレビのお届けです。いないな。何もなし。なんかあいつに噛まれるようになったな。危ねえ危ねえ。あれ、抵抗しないで殺されたってことなんかな、その変わった人に。ステージ01、ステータス、レディ。技師のコメント。基地は準備が完了、準備完了だ。許可を待っている。ここで電車を作ってたんかな？うー、爆発野郎がいるのか。まあ、ちびすけを巻き込んでくれ。巻き込んでくれなかったか。危ねえ、やられたか。危ない、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 危ない。使おう。うー やっぱり、昨日、カットして、次の日にやってるだけなのになんかちょっとなまってんね。ステージ3。状態。完了。技師のコメント。ボディは準備完了だ。シャフトの緩みを確認してくれと。あの鎧持ちさ、弾がなくなったらどうすんだろうな。ステージ4。状態。遅延中。技師のコメント。開発、生産は島にかけている。すべての生産、セカンドファシリティの生産は終わって、閉じている。ベールス AX02 リアクターは、作業員たちの安全のために、コンテナの中に隔離される。さらなる、指示待ち。これほとんど完成してるように見えるけどね。まあ電車の開発工場、ここにあったか。よし、ちょっと爆発してくれ。そこの中、俺は探索する。デビット、俺はそれを理解している。だけど、ちゃんと動くベールスのモデルは手に入れてないんだ。また言う。そのモデルは、修理のため北にも送った。で、それが修理されて戻ってきたら、ちゃんとしたレポートを書くよ。こんな意味のないプロジェクトに金を支払い続ける意味はない。あのリアクターにいくら金を出したと思っているんだ？ああ、
何千人も人送ったのに7人しか帰ってこなかったんだ。捨てることはできない。今私は最初の訪問、ファーストビジテーションゾーンを研究している。ファーストビジテーションゾーンから技術を回収している。本当に申し訳ない。まあ、考えの相違で仲間割れみたいな感じが起こり始めちゃってたってことなんかな。おし、いたか。わかった。待ってくれ。あの電車は何だ？もしかして。あの人、電車の開発者かもしんねえな。ここで作られた電車が、まあ、乗ってきてる電車だと思うんだけど、このモデルだね。まあ、実際、まあ、なんか実用化されてるとは言えるのかな。まあ、嬉しいのか悲しいのか分からんけどな、その人にとっちゃ。ここで昼寝したいよ。あそこの方から来たんかい？ちょっと読んでいきたいけど、いろいろと物が増えすぎてな。次はパーソナルステーションを O2T か。食料欲しいやつは誰だ？お前か。ちょっと待ってくれ。急いでメディキット持ってくるから待ってくれ。あそこにあるからすごい遠いな。死ぬな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 。間に合わなかったよ。食料無駄になったな。くそー。どうせだよ、ここに置いてくれりゃよかったのに。もうちょっと猶予あってもよかったと思うんだよな、本当に。鬼畜すぎない？OKOKOK。で、メディキットあいつか。よし。で、教会があんな。ちょっと読んでおっか。まあ、名前を知られたくない、住民がそこに駅を作るよう希望と。大丈夫っぽいね。じゃあ到着しましょう。ああ、一人また呼ぶ 死んじゃったな。間に合わなかったな、もう。食料持ってきてさ、あんなんついたらちょっと間に合わねえわな。ボスはマンションにいる。なんか楽しいことしない？どんな？雪だるま作ったりとか？昨日飲み残しといたボトルがあるんだ。うー、いいねみたいな。1年に1回ぐらいしか電車が来ないから、新人はここで研修を受けるんだ。だけどこの駅も本当に変だよな。山の上にあるマンションに住んでるじいさんの命令で作られたんだろ？なんか思い出すことないか？マジかよ。あいつ、棺桶で寝て血を飲むんじゃねえの？そうじゃないといいけどな。今日会いに来なさい。オッケー。まあ、ここは本当に人がほとんどいないようなもんか。死んでる。
お、拳銃の弾6発か、ありがてえ。まあでも一応住んでる人はいたってことか。ああ、これまた地下がすごいでっけえんだな。ここがあのマンションだね。さて、教会みたいな感じだね。人々は心、自分自身の中にカオスがないといけないのです。星に命を与えるためには。変なの。ああ、開いた。なんか鳴らしたら面白いこと起きるかななんて思ったけど、なんかどっかの鍵が開いたのね。あ、なんかの合図なのかな。そして窓ガラスを割っていくスタイル。中に奴らがいそうな気がして、どうしても落ち着かねえんだよな。まあ、ウイスキーとかありがたく頂戴しちゃうけど。レポート。フィビセクションってなんだ？ちょっと今調べてみるか。初めて聞いたな。フィバイセクション。フィビセション。生きてる。ああ、生体解剖のことが、はい、初めて知ったわ。生体解剖の禁止と。で、鍵かな？鍵だね。で、食料とガラスと。椅子の下になんかコードがあるけど、落とすことできんか。とんだ施設だな。あー、で、あそこでなんか破棄されてたみたいな感じかな。ちょっと使いたくないけど、ショットガンで倒そう。餌として与えられてたってことか。可能性はあるよね。よいしょと。そうだね、餌として与えられててたっぽいけど、ひでえな。で、あそこにコードがあるか。エクセルってなんだろう。エクストララージってことか。トレインドライバーユニフォーム。おいと、なんだなんだなんだ。あのチビの進化系って感じか。ダメージ高そうだな、あいつ。はるかに速かったもんな。ただ、一発撃ってすぐいなくなったから、そこまで体力が多いわけではないのかもしんないな。よいしょと。4発。たまに4発か。となると、殴るとしたらどれぐらいいるかな。パンチ1回でどれぐらいだよな。なんだろう。ちょっと見当はつかねえな。ただ当たりどころ、でもあいつ頭大きかったからな。意外と頭当てれば、頭に頭当てればすぐ死ぬのかもしんないな。OK、 ここに繋がるのか。こ
これでもう帰っちゃってもいいかもしんねえけど、まだ探索しきってないんだよな。下に何があるかっていう。結構深くまで行くね。あら、じいさん。ダメだった。私のことがわかるか？ダメだったんだよ。なんかのタンクなんかな。ダメだったって言ってたことは、なんか直そうとしてたのか？何がダメだったのか、さっぱり見当つかんね。謎は深まるだばかりだな。それとも俺の解読力がなさすぎて、普通になんか見逃してる可能性とかあるけどね。まあ食料あったからいいか。でもあんなでかいともうちょっとあっても良さそうだけどね。まあいや、じゃあ今回はここまでにしましょう。次回またお会いしましょう。バイバイ。